レグルサウルム。どういうことだ。これは貴様の拳銃ではなかったのか。俺は何もしちゃいない。本当だ。この状況をどう説明する。こっちが聞きたいくらいだっつーの。森が地面丸ごと吹き飛びやがった。拳銃が暴れ回ってまずいわ。クソ、どうなってるんだ。来やがれ。5番目の拳銃、レグルサウルム。のレグルスアルムが衝突して、まさかこのような光景を目にすることになるとは。あの黒いレグルス・アウルム、決して偽物などではない。古城の拳銃と同等の力を秘めている。暴れ狂う二重の雷のせいで近づくことは愚か、魔法や矢で狙撃することもできない。撃ったそばからかき消される。こんなのどうすればいいのよ。ちょっと、次は何？あれは、相当の蛇？森を飲み込んでる？いや、空間ごと消滅させてる。エルフ、あれって17階層で俺たちが出くわしたあの蛇か。そんな、あれはアルメイサ・メルクリ先輩の2体目の拳銃。のせいで別の拳銃を出す暇がねえ。古城さん！瞬間的な火力が足りない。このままだとまずい。一体どうすれば。君だ。僕の拳銃を退けたり、君が何とかするしかない。その手に持つ魔剣とやらで。
あ、クソったれめ。許してくれ、お前を砕くぞ。レッツゴー。黒いアルメイサメルクーリを吹き飛ばした。本当に何なのよあの男の力。片方は潰した。あとは思う存分にやり返してやれ。いけネグルスアルメ。やったの？死人もできなければ魔力も感じられない。見える範囲では撃退しました。けど終わりじゃない、間違いなくね。何だったんだ今のは。